可愛い、美しい、やばい、この三単語なしで、なし。ありがとうございますよ。22だ。ポテです。土町です。お願いします。お願いします。そしてはい、どうもプロデュース109の徳ちゃんです。お願いします。あっ、よっ、よろしくお願いします。徳ちゃん、よっ。はい、ということで初のコラボですね、僕のチャンネルで。はい、これ徳ちゃんさん、徳ちゃんさん、いや、ありがとうございます。はい、ということでね、徳ちゃんさんのプロデュース109っていうのはどういうチャンネルなんですか？はい、まあ簡単に言いますと、もう22さんとね、もう全く一緒で、もう20を全く一緒、20をこの YouTube でね、はい、取り扱ってる、まあ最新情報だったりとか解禁されたね情報だったりをこう YouTube で発信するっていうね、まあそういうもう20メインの YouTube チャンネルでやらせていただいております。なるほど、なるほどです。はい、つまり仲良し恋しってことですか、僕たちと。そうです。つまり仲良し恋しです。はい、ありがとうございます。一緒にスマブラする中ですもんね。そうですね、もう夜な夜な朝まで、ね、夜な夜な朝まで、まあ、最近はあんまできてないんですけど、忙しくどちらもちょっとね、うん、そうですね。まあ、また今後ね、スマブラもしていけたらなと。そうですね。何の報告やねん。何の報告やねん。今後ね、だから、うん、出していこう、スマブラ動画、徳ちゃんとのスマブラとか出していこうよ。 そっち中心でやっててもいいんじゃない。ダメです。はい、入ってくださいね。もうもっともっと光るよ。今日の企画は何？おすすめ TikTok リアクションよっ。ということでね、このデビュー前から、はい、20をね応援している僕ら、はい、徳ちゃんさんと僕らで、はい、この TikTok ね、めちゃめちゃ可愛いのがいっぱいあるんですよ。ありますね。それのおすすめのリアクションを、ま、紹介、おすすめのリアクションじゃない、おすすめの TikTok をリアクションはしていこうかなと。切れんなよ、お前が悪いのに。紹介しつつリアクションしていこうかなと思うんですよ。はいはいはい。で、これはまあ裏企画も兼ねてまして、はい、説明してもいいですか。はい、裏なのにしちゃうと。はい、やっぱ僕たち、まあ、そのリアクション動画ね、今後もいっぱい出していくということで、はい、でもなんかね、最近やっぱその見てて可愛いとか、うん、やばいとか、うんうん、そういうなんか、まあ、まあそれしか出てこないからね。そうなんですよ。でもやっぱり僕ら二重系 YouTuber やっていく身として、まあ、それだけじゃダメじゃないかと。なるほどね。そうなんです。今回はその可愛い、美しい、やばい、この三単語なしで、なし、なし、この三単語 NG ワードとしてリアクションしていこうと。それ言ったらどうするの？インスタのストーリーで全力の変顔にしましょう。嫌です。嫌ですよ。しましょう。嫌です。これ、うん、何が目的かっていうと、はい、罰ゲームっぽいし、うん、インスタのフォロワーも増えると。あ、言っちゃうんだ。うわ、エッグ、お前。そういうことですね。裏で絵描いてる。これでだからインスタみんな見に来てくれるんじゃないかなと。なるほど。いう話だ。天才でおった。うん。早速ね、だからこの皆さんにね、最近ウィジューになった方々にも昔のね、おすすめの TikTok も紹介しつつ、僕らのリアクション力も向上していこうというスペシャルな企画です、こちら。あざっす。あざっす。これ早速見ていく前に、3人とも男だなって思う方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。徳ちゃんさんのそのプロデュース109のチャンネルの登録、これもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで早速参りましょう。概要欄貼ってます。で、全部全部見せるよ。これどういう形式でやっていくかっていうと、はい、もう一人ずつリアクションしていきます、これ。はい、なるほど。はい、で、自分のおすすめの TikTok を一人ずつリアクションしていくっていうプレッシャー大なキャラです。おー、こちら。これも大変よ。うん、これじゃあ早速僕からやってていいですか。はいはいはい。うん、 OKOK。まあ、可愛い、美しい、やばい、はい、これなしでいきましょう。はい、ということでね、僕のおすすめ TikTok、はい、こちらです。ポケットからキュンですの、お、はい、まやちゃん、あやかちゃん、りおちゃん、おお、3人のやつね。これやばいよ。はいはい。じゃあ僕リアクションしていきますね。いきます。かわいい。言うなよ。めちゃくちゃかわいい。言ってんじゃん。一言目から言ってるやん。ちょっと待ってね。おら、オラってなんやねん。かわいい。やる気ないわ、こいつ。え、なになに、こいつやる気ないっすね。これやばいっすね。もう一言目から言ってますよ。こいつの負けでいいっすか。一人負けですね、これは。言ってた、言ってた。なんで、なんで記憶ないの、お前。言ってた。なんで記憶がないの。
可愛いしか言ってなかったから NG ワードの。そんなことある？え、それはもう腑に落ちない。ちょっとじゃあ土持ち行ってみてよ。なんで腑に落ちないの？次土持ち行ってみてよ。じゃあじゃあ僕はちょっとさすがにあれですよ。はい、はい、うんうんうん、気に引き締めていこう。こんなボケしないですよ、コテコテの。はい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 。じゃあ僕のおすすめ TikTok、はい、何ですか？まゆかちゃんのフェイスチャレンジ。おお、これね、やばい。確かにこれやばい、うん、レディーゴーのやつです。なるほどね。はいはいはい、はい。じゃあこれを NG ワード言わずにね。うん、絶対ね、絶対に言わずに、うん、はい、やっててください。やっていきます。はい、じゃあいきます。はい、うーわ、かわいい。言う。え、かわいい。絶対言うな。やっば、ね、やっば、かわいい。いいから、そのボケはもう。美しい。美しいも言っとるやん。2個目も言っとるやん。なになになに、かわいいと美しいと、やばいはダメなんだって。なんか言ってた俺。なんか言ってたやばいでしょ。なんか言ってたやばいでしょ。全部のせやん。え、全部のせてたな。二郎系ラーメンってこと？何そのボケは。まるでリアクション界の二郎系ラーメンやってこと？違うだろ。うわ。言ってないだろ、そんなこと。ねねね。でもこれね、はい、絶対大丈夫です。徳ちゃんさんはやり遂げますから。そうですね、僕はもう可愛いなんてね、はい、もうそんな当たり前ですから、はい、もう二重が可愛いなんて。確かにね、はいはいはい、そんなね、ことは言わないですよ、うん、確かにね。はい、ということでね、ちょっと僕も土持さんと一緒で、はい、このね、フェイスチャレンジのみーひちゃんのね、TikTok 見たいと思うんですけども、でもみーひちゃんね、もう可愛いなんて絶対言いませんよ、はい。じゃあ絶対言わないでください、ね。まあ、買いのは前提ですからね。はい、じゃあちょっとね、見ていきます。はい、看板に。やめろ。やおい、絶対やめろ。おい、やんば。トク、美しい。かん、トク、看板いい。トク、おい、はい、トク、はい、トク、はい、はい。全部言ってんぞ、全部言ってんぞ。ぴったり。僕なんか今言いました？なんでやねん。ぴったり言ってました。え、言ってました？なくなるの。え、もう一回 NG ワードって何でしたっけ？かわいい、美しい、やばいです。どれか言ってました？僕。ぴったり全部です。うん。何これ。とりあえずね。とりあえず。一瞬ね。これだからそういうことなんですよね。はい、語彙力ないとかじゃなくて、うん、普通にやったらこうなっちゃうよと。そうそうそう。それが全てなんですから。誰も悪くないこれ。はい、だからまあ3周目、まあ、マジでやろう。ガチの。あ、2周目だ、2周目ガチでやろう。まあ解説だったり、うん、そうだね、解説何か考察だったりね、うん、そうそうそう、気づいたことだったり、うん、次マジでやっていい、マジでやっていい、うん、マジでやる。はい、はい、じゃあ次僕いいですか。もう次マジでやる、ね、はい、はい、で次りくちゃんとりまちゃんのなんかチュウとかカマキリとか竜とかするやつ。あーあー、なるほどね。わかる、ね、これ可愛いのよ、はいはいはい、特にカマキリの時のリマちゃんの顔とかに注目してください。はい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 、いきますね。はいはい、ほらこれ揺れがいいね。中顔がめちゃめちゃ危ない。カマキリはこの顔見て、ほら、くっ、かわいいでしょ。あーあー、言うんや。ああ、ちょっと待って、これね、動画の構成上ダメだわって思うじゃん、うん、いや俺今マジで途中もこらえたし、うん、これね、かわいい。これね、これマジでやってみてほしい。マジでやってみてほしい。うわ、もう正直一周目ボケる気とかあったじゃん、正直な話しちゃうと。じゃマジでやってみて、次、君そのでかいな振りが。違う、本当に本当のやつ、ガチのやつ、うん、ガチのやつ。じゃあ僕ね、はい、僕の次の動画、はい、ベイビーアイマスター全員で踊ってるやつ、あれね、いいっすね、あれ。紅白の衣装で。あれいいね。これ言っていいですか？はい。どうぞ、全員出てくるやつでしょ？はい。これは可愛いんですよ。はい。もう言ってるやん。前提なんですよ。はいはいはい。可愛い可愛い。はい。可愛い可愛い。はい。言っときますか？あ、先に出しておけばね。出ないからね。うん。その上で、いろいろな視点からコメントしていきたいと思います。ありがとうございます。後ろ土持ちこれがあるんでね。では行きます。どうぞどうぞ。せーの。これね、これ。あ、みーひちゃん、こんにちはって。え、ほら、えっつって。うーわ、待って。はい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 。かわいいな。言うてるやん。ちょっ
っと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。違う違う。違う違う違う。あの、可愛いって言わないと何も言ってないからね。あね。まあ、これね。これね。ってしか言ってないからさっきから。やめてやめて。やめて。最後、可愛いって言ってるからね。恥ずかしい、やめて。これマジで我慢するとさ、何も出てこないよね。可愛いしかないよ。先に言ったのに。そうなんだよ。あんだけ言ったのに。やめて。これもっと徳ちゃんにね、うん、かましてほしいね、これ。え、これ、可愛いと、美しいと、やばいでしょ、はい、はい。これ言わないっす、僕、本当に。ちょ、本当に頼みます、これ。はい。ちょっと1回目はね、ちょっとふざけちゃいましたけど。確かに確かに確かに。本当にもう、今回はね、ちょっと。達成してほしい。しかもね、ちょっと、それが出てこないような、ちょっと、やばい動画選ぼうと思うんで。どういうことどんなやばい動画どういうことだだからもう、皆さん、記憶に新しい、結構最新の、はい、ポッピンシェイキンのね、はい、ダンスチャレンジ動画のみーひちゃん、りまちゃん、りおちゃんがね映ってるやつなんですけど出てくるんじゃない大丈夫、はいはい、これがこれもう本当に、はい、もう見どころ満載なんで可愛いとかよりも先に出てくる言葉いっぱいありますからなるほど、はい、なるほどねじゃあもう僕見ていっていいですかあお願いします本当にお願いします任せました、はい、任せました託しましたじゃあちょっともうこれが、はい、リアクション動画ですよ、はい、っていうのをねいきますそれでは見ていきましょうスタート。かわいい。いやこれこれむずいですよ。はいはいはい、はい。これ正直あの最後はお尻使っちゃったんですけど、徳ちゃんも。これマジでむずいんすよ。いや難しいですね。マジでむずい。これちょっとねあの美獣系 YouTuber の方はぜひやってほしいね。いや本当にやってほしいですねこれ。リアクションチャレンジってこと。リアクションチャレンジ。可愛い美しいやばい。特に可愛いだけでもいいなこんなん、うん。これマジでむずいんでこれやってほしい。で俺らもマジで語彙力高めてこ今後頑張って。うん、そうだね。そうだね。さらなる高みへと。そうですよ。これ本当に。ということでね、はい、あのこんな感じであの20音についてはね、まあ、情報だったり、うん、なんか企画だったり。応援だったりをねしてってるので、ねうん、僕らもですしこのプロデュース109というチャンネルでもやってるのでぜひこれ皆さん、はい、チャンネル登録高評価拡散コラボ動画も109様の方で上がってるのではいそちらもぜひ見てもらえるそちらもぜひ概要欄からお願いしますぜひお願いしますということでお願いします終わりますかはい終わりますか徳ちゃんさん終わりましょうはいということで最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました